デニス・ムーア・ベグナウドは、アメリカ合衆国のプロレスラーで、主なリングネームはジャズ。2007年より、WSU と契約。過去には、ECW や WWE にてディーバーとして活動し、女子王座を2度獲得している。大学中退後、ルイジアナ州のレスリングスクールに入門。きっかけは、ジャクリーン・ムーアの影響だった。ロットプライスの下、6から8ヶ月トレーニングを重ね、 ムーは相手にデビュー。ジャズミンを名乗り石 W にて、インパクトプレイヤーズに加わる。また、FMW に来日も果たし、11月23日の横浜アリーナ大会にて、ミスモンゴル、マリア・ホサカト組、ハンディキャップマッチとして中山香織、元川恵美組と対戦、しかし敗れる。2001年、WF のファームであった、オベニー赤6ヶ月トレーニング。 WWF と2年契約を結んだ。サバイバーシリーズにて、チャイナが返上した、WWF 女子王座、決定シックスパックチャレンジで、WWF デビュー。最終的には、トリッシュ・ストラタスが、アイボリーからホールを奪い王座獲得。2002年2月4日、ローにて、初めて同王座を獲得。2004年11月、解雇される。 2005年1月16日より、インディ団体を転戦するとともに非公式、ECW リユニオン賞にも参加。2006年、WWE の番組として復活した ECW に参加。6月7日の WWE vs.ECW ヘッド2ヘッドにて、女子王者、ミッキー・ジェームスと対戦も破れる。2007年1月18日再び、WWE より解雇。 2007年5月、フランスのクイーンズ・オブ・カオスに参戦。2009年、WSU デビューでエンジェル・オルシニに勝利。2016年9月16日、アンバー・ギャローズを破り、NWA 世界女子王座獲得。10月28日、レーナ女子プロレスに来日を果たし、CMLL、レーナインターナショナル王者のハイジ・カトリーナと、ダブルタイトルマッチを行う。 ありがとうございます。